ここで敵が痛い。シャンフーに仕掛けましたが、ここはブリンクアウト。ギリギリ下に入らなかった、そして川潜り、ミンが浮いたので狙いますが、フラッシュアウトした。メガナーはただウェイには入っていますが、いや健康的なバーストダメージからのキル。そしてヤハロンにはフローズングレーブ、ウェイが変身していく。ウタボンもギリギリの体力、バスターショットでのディスエンゲージですが、チェイスされている。泉の下へここは押し戻されました。ユタポンはどうだ、タワー下懸命に戦っていましたが、シャオフがユタポンを倒して、シャオフを倒すことには成功してはいますが、デトネーションコスミ3デッド。ネクサスは守れない、守れないか。やはり世界王者 MSI 王者は強かった。勝利したのはロイヤルネバーギブアップとなりました。いやー、やはり強かったですね。ただそれでもこの強い相手にゲームワンを抑えたというのはさすがですが、这个时间点的 RNG 应该是不会叫战的。下半区小虎直接击出兵士走，还骗出那个朱女的大绝，小明直接往前游被定住，在 Avi 这边准备要变小的同时往前翻了一下，把威给翻了回来，打晕威直接砍进去。而下半区下面没有人在理这个 Gala 的输出位置，威继续往前收割人头，把他直接给收入口袋当中。一塔捧这里是进化解掉对方的第一波的控制，搭配着的是后续的追击，也是把人给推开。 Gala 这一波还想往前继续追，威在对方的家门口跳舞，摆出了那个企鹅，是帅气的企鹅。在另外一边的回头看到的，在中路的高地的情况下面，小虎最后还是倒在了这个小炮的伤害之下。另外一边威跟嘎啦两个人在这个 DFM 的门口跳舞，但是主堡已经被 RNG 给攻破。我们最后准备要恭喜 RNG 战队在这把比赛拿下3-1的胜利，顺利的晋级到了后续的小组赛。哎 ，OK， 좀많이줄어든상황인데옆구리도샤오가피했어요웨이가계속건드려줍니다그리고안쪽으로미니아마들어간상황인데에비가에비치도에비가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 근데웨이가또또또갈아입어요이러면웨이의뿔에딱보는데이러면또배신자되고갈아입고난리나요또아유옷도갈아입고예오또입어요웨이는멈추지않아웨이는계속달리고싶다패션중아닙니까예계속갈아입고싶다그리고그러면서브리스는계속늘고있고요그렇죠다들자기맘대로한다는거예요아이건뭐한명한명이군단급이라서그리고이제마무리를하기위해서서서히올라왔습니다 DFM의꿈은여기서찾아져야되나요아이거잘싸웠는데요아예가능성이있었습니다만 RNG 의힘은그보다훨씬더위에있습니다결국네번세트넥서스이렇게파괴를미나 GG 신병받아라 To make sure that he could actually get the push right as this bot wave is going to collapse as well.And you can see the Sejuani ult from Steel fired out there in desperation. Xiaohu was able to evade it as Evi goes in and finds a stun onto Wei. Oh, wow. Gala's got the kill right back onto Evi. Yaharong's gonna die. Wei goes in again. Yutapone barely escaping, using the cleanse, barely staying alive. Wei wants another one, but he won't get Steel. He will force both tanks of DFM back into their own base.Back into their own fountain, and it's looking like the end of the series here as Xiaohu will end up dying there at the very end. Yutapone goes down as well, however, and that means that RNG is on to the Nexus. DFM tried their best, but RNG will take them down and punch their ticket to the main group stage. 加油哎，硬开小虎，小虎这边用一技能跑走，马哲，我也要留人了吗？这塔马前线已经过了，塔姆硬冲，塔姆完全受不了。这边拉人推，拉推推到了破败王，破败王一时间直接瞬间把自己交了，维鲁斯就一秒钟就把这个拉尔杀了，伤害高呀，维鲁斯。好，闪现再来两剑，安吉攻下安吉玲珑塔，让一追三，有惊无险，踏入了我们的 S 十二的小组赛，对，踏入了什么 S 十二吧。S 十二，对 S 十二的小组赛呀，有惊无险呀，收工。哎，打到第二把的时候真蛮害怕的，后面慢慢就好起来了。只能说 RNG 毕竟做我们 IPL 四号种子吧，对吧？还是打出风采了后面。第一把有点保守打的，畏手畏脚的。来。全在拖垃圾阵容，最近了，最近了，最近了，现在的表现最近了。等一下，没到我们的呀。躲到 Evi， 这边的话，一个甩狙没甩到小虎，小虎接一个冰爪从容撤退。
这边的话直接视频墙过来没顶到，反而有被 Q 命中，艾米快变小了，扑上来直接打了小明一个闪现，然后后续小薇直接进场把这边的艾米给收掉，捡魂上来亚哈罗直接被冰封里面给冻住，小薇过来直接一个 Q 直接戳死，有 Tapo 一丝血，这个血量不知道会不会被烫死，但剩下的话小薇一个人追着两个人走，已经追到泉水面前了，嘎啦也过来稍微帮个忙，现在最后的这个门票在向 RNG 招手啊，是现在上路和下路的兵线都要涌进来，只剩下铁斧没有办法守线了，马上就要结束到这场比赛了，两座双子塔倒地，而且最后水晶也要被 RNG 在27分多钟的时间就推掉，恭喜 RNG 成功的突围进入到我们 S12 小组赛的一个正赛。不雷米哥一等都，哎，这是那 Blayin， 哎，这是那 Blayin， 多了。哎，谁要后面怎么打？把这个拉杆了。Y cuidado con Min, ¿qué haces? ¿Por qué estás dando tankens? Porque te estás liando. Llega Evi, la ulti que es buena. Golpea encima de Wei, que puede intentarlo. Bueno, bueno, bueno. La paliza que le ha pegado, la flecha del Varus que le revienta, la falange imperial que levanta a la gente, pero no va a poder salvar su vida. Y Yutapon que intenta escapar, pero es que está totalmente cazado. También lo está Steel que se mete dentro de la fuente. Wei que ya está abusando de la pobre Leona, también de la pobre Sejuani. Van a terminar la partida de los chicos de Royal, no sin vacilar un poquito, sin ganar puntitos de estilo. Acaban con Yutapon, van a acabar con las torres de Nexo. Royal Never Give Up, que va a pasar a los grupos. Detonation Focus, Nicky ha peleado, pero Japón esta vez no va a poder llegar a los grupos del Mundial, ¿no? Descanse, respetos a Yutapon-san y compañía.